たけし岡田のちょっとれ。さあ本日も始まりました、たけし岡田のちょっとれ。本日は股関節を動かそうということでやっていきたいと思います。まず最初の種目は足を万字型に置いてゆっくり体を上下に膝立ちまで持っていく種目です。この時ポイントはしっかりと股関節から折りたたむこと。前に膝立ちになった姿勢の時、お尻がしっかり収縮していることを意識することです。動作は急いで行わず、ゆっくり丁寧に。前に上がる動作と後ろに降りる動作、その両方をしっかり丁寧に行うようにやってみてください。さあ30秒のレストタイムです。続いての種目の準備をします。続いての種目は片足立ちの種目になります。こちらは転ぶと大変危険ですので、もし近くに手すりなどある場合は掴める距離でやってみましょう。さあフォームの確認はよろしいでしょうか。それではスタートです。足を組んでゆっくりとお尻を後ろに引いていきます。このヨガのようなポーズは立っている側の足、支持脚では片足スクワットの筋トレになっていますが、組んでいる方の足はお尻のストレッチになっています。片足で立つバランスももちろん大事ですが、股関節の柔軟性、そして筋力、その全てを同時に鍛えられる種目です。さあレストタイムです。本日最後の種目は股関節の内旋の運動、そして片足のスクワットを織り交ぜた動きとなっています。この時つま先と膝の向き、しっかり同じ方向を向くようにそれぞれ意識してやってみましょう。それではスタート。つま先と膝の向きを揃えて、片方の足は折りたたんでいきます。もう片方の足は片足スクワットのようにしっかりと体重を受け止め、ゆっくり膝と股関節を伸ばし元の姿勢に戻っていきます。つま先を軸に股関節を回していくということが非常に大切です。さあ本日の3種目全て終わりました。お疲れ様でした。皆さん股関節の調子はどうですか？スポーツマッサージナーズの YouTube チャンネル、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。